かの、7階は一周できるようになってて、これプロムナウデって言っていいんですが、一周していってみたいと思います。一周して、東側に行くと太陽が昇ってたりして表情が変わってるかもしれませんよね。今日も日の出の時刻が過ぎちゃったんで、日の出の時刻に気象条件がいいとグリーンフラッシュって言って、太陽が光の波長によって屈折の度合いが違うんで、緑の光の方が先に到達するですね、朝出るとき、それがグリーンフラッシュって言うんですけど、だからグリーンフラッシュを見ることが逆に夕暮れ時にも最後に届く光が緑になるんで、グリーンフラッシュを撮るんですけど、僕はアスカでお話しさせていただくお仕事を何回かさせていただいてるんですけど、一回だけグリーンフラッシュ見たことあります。ですから、なんか日の出の時と夕暮れの時はできるだけグリーンフラッシュが出ないかなと思って、それを止めるな、グリーンフラッシュが出ないかなと思って見に行くんですけど、なかなか見えないんですよね。あと夕暮れの時は太陽がこうやってこうしていくわけだから、太陽がどこにいるか分かるんですけど、日の出の時はどこから太陽が出るかは予想できないんで、そこは難しかったですね。ここら辺から出るんだろうなって、だんだん光が変わっていくんですけど、正確にどこから出るってことは予想することが難しいんで、やっぱりもう太陽出て上空の色が変わってますね。今日はもう太陽が出る瞬間は無理でしたね。でも明らかに太陽が出てるのが分かる。ですので毎回午前アスカデイリーっていう船内の新聞紙が入ってるんですけど、それを見て、あ、明日は日の出何時だなとか、日の入り何時だなってことを知って、それに合わせてグリーンフラッシュ見えないかなって見に行くのが私の日課となるわけでございます。海は単調なようで、ついに変化があるんで、僕はアスカの寄港する日よりもアットシーって言って、終日航海と呼ばれる、日が一番好きです。アットシーというね、そういう名前で言われてるんですが、とてもとても素敵な、時間の過ごし方になります。ですから、もう今回参加させていただいているのは、横浜港から出て横浜港に戻る3日間のクルーズなんですけど、今日中日、本日は今日アットシーで、相模湾のあたりを航海するんだと聞いておりますが、このアットシーの時間が一番好きですね。明るくなってきましたね。プロムナードデッキを一周することになります。まだ午前5時30分前で、上
らですね、富士山とかも見えるのかもしれませんが、今日は見えないですね。ということで、飛鳥のプロムナードデックを一周しました。富士山が見えました。